入っております。あと角が散って耳がちっちゃいのは熱を逃がしにくくするために角の耳がちっちゃくなっております。まさきだ水牛と同じ牛でも姿形が違いますよ。顔が大きくボリュームあるのがオスのバイソンになります。メスは一回顔が細くなっています。大きいバイソンと同じ600キロ以上にはなります。まあ、子供に赤ちゃんバイソンもいます。あれはアメリカ陸のオスですね。立派にそうしてますね。このエリ君はですね、まあ、リーダーに負けてちょっといじけてここにいますのでね、居場所はないんでね、はい、キャッチャーちょっと開けて。このエリ君の角毎年早くありますよ。これはバイソンね、牛ですからね、はい、で赤ちゃんバイソンもいます。親と毛の色、土の色で保護色になります。ここにもいる。バイソン前に来ましたね。大きいバイソンは体重600キロ以上になります。バイソンが冬傾向が夏に抜けません。夏はかなり顔が熱そうですよ。髪と僕は赤ちゃんいますね。赤ちゃん見えるよ。特に赤ちゃんね。赤ちゃんだから茶色。から坂を登っていきます。ケアですよ。いいですね。結構貫禄あります。バス持ち何歳ありますね。バスが入れます。水の中も入ります。でバイソンは一日の数が激減しました。絶滅しかかったんですけども、現在は保護活動にありまして、でも数が回復しております。次は猛獣ゾーンですね。トラゾーンに行きます。アメリカバイソンはアメリカ野牛とも言いますね。このバイソン今から150年ほど前には世界で500頭級ほど激減しておりました。それは人間が肉が欲しい、皮が欲しいといって次々と殺してしまった結果です。その後必死で保護し増やした結果、現在は数万頭というところまで増えてきました。数万頭というのはほんのわずかな数のようです。またこの右側にいるようなね、オスの大きなバイソンです。これがディズニー映画ですと美女と野獣の野獣のモデルともなっておりますね。あちこちには今年生まれたね、小さなバイソンもあります。現在ね、ここに50頭ほどいるんですね。小さなバイソンですね。飼育員たちがね、晩ご飯を与えております。バイソンが寒い。